先ほどもお伝えしましたが、5月の G7 広島サミットで各国首脳によるセッションの一つを宮島で開催することが固まりました。今後、警備や移動方法など爪の作業を行うことにしています。これは今月17日、広島県の宮島・厳島神社で撮影された写真です。政府関係者とみられるおよそ10人が、移動ルートなどを入念に確認していました。 G7 広島サミットは5月19日から21日まで広島市内で開催されます政府関係者らによるとサミット期間中に開かれるセッションの一つを世界遺産の島宮島で行うよう詰めの作業をしているということです宮島では厳島神社の大鳥居を背景に記念撮影される見通しですまた広島市内から宮島への移動については船を使うほか ヘリコプターでの移動も視野に入れています。各国首脳の宮島訪問について、党内では期待の声が上がります。このサミットをきっかけにですね、たくさんまた宮島、広島のことを知っていただいて、たくさんの方にともかくまあ,あの楽しみに来ていただきたい,い。お見えいただくということになったときにはある程度整備をされるっていうことを考えればそのサミット後。 宮島がどう変わっていくのかっていうところここに対しての期待は大きいと思います今後政府は広島滞在中のスケジュールのほか観光客の制限や警備などについて協議するものとみられます一方宮島訪問をめぐっては配偶者プログラムも合わせて検討されています